演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら、ファミリーマートのハンナベーカリー、タケモカブレッド、ハニーチキンロッキー、そしてガーリックチキンドーナツと、ちょっとレジオポンの5種のチーズも食べられます。前は4種だったのでさらに1つ増えたのかな。どれも美味しそうですね。チーズみたいよね。まずはこちらのガーリックチキンドーナツから、まあドーナツといっても多分カレーパンみたいな感じなんでしょうけど、香ばしい香りがしてきましたね。やっぱりカレーパンのような感じがします。ではいただきます。最初に食べたガーリックチキンドーナツは、なんかシュクメルという料理が中に入っていまして、なんかファミマでも見たことあるんだけど、まだ食べたことないですね。で、なんか、ニンニクの効いたシチューみたいな味わいで、濃厚なクリームが素晴らしさ、したパンとよく合っていて、とてもいいです。やっぱりカレーパンにチャーラですね。もうシチューにつけるなら納得できます。ドリンクはちょっと控えめな気もしますが、中に入って、シチューが入っているパンと思えば、とても美味しかったと思いますので、こちらもペーストさせていただきます。で、続きましてこちらの5種のチーズ肉まんは、イラスト伸びてるんですけど、やっぱり開けてみたらちょっと伸びなかったですね。やっぱり伸びるのは難しいのかな。でもチーズは濃厚でお肉とうまく絡んでとっても美味しかったです。チーズが好きな方におすすめなので、こちらのテーブルさせていただきます。そしてこちらのカフェモカブレッド、こちらは噛んだ瞬間にカフェモカの大人がちょっとビターのある苦味が口の中に広がってきて、とても美味しかったです。シャリシャリとした音もしていたので、多分砂糖も入ってるんですけど、それよりも苦味の方が強いんでね、どちらかというと苦味が好きな人向けですね。そこでちょっと好みが分かるかと思いますが、自分は好きなのでこちらもペーストさせていただきます。で、最後にこちらのハニーチロッキー、確かミルクチロッキーは食べたことあるんですけど、それとはお砂糖とはまた違った蜂蜜の香りと甘さが口の中にサクッと広がってきて、とっても美味しかったです。噛んだ瞬間にじわっと広がったのが良かったですね。こういうチュロスももっといろいろ出てほしいです。というわけで、こちらも転職させていただき、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終演。